こんにちは、筋トレ科学の亮です。今回はこんなプロフィールの私が時短で最大限の筋肥大効果を得るためのポイント5000というテーマで科学的に解説していきます。2021年に行われたフィットネスに関する世界的な調査にもある通り、トレーニング時間を十分に確保できないことは筋トレを継続できない、やめてしまう大きな原因として報告されています。しかし今回の動画を見れば、筋トレにかける時間を最小限にしながら筋肥大効果を最大限に高めるための継続できる効率的な筋トレメニューの決め方について知ることができます。そこで今回は最新の研究論文などをもとに、筋トレの効果を損なわずに短時間でトレーニングができる5つのポイントとして、忙しい人向けのトレーニング頻度、1週間あたりのセット数、レップ数、種目の選び方、セット間インターバルについて全部で5つ解説していきます。最後までぜひ楽しんでいってください。それではまずはじめに、時短で最大限の筋肥大効果を得るためのポイント1つ目として、忙しい人向けのトレーニング頻度について解説していきます。トレーニング頻度は筋トレにおいて最も注目される項目だと言っても過言ではありません。アメリカのスポーツ医学会が提唱しているトレーニング頻度は週2から3回です。そしてブラジルのサンパウロ大学の研究にもある通り、トレーニング中上級者は週5回以上のトレーニングが有効です。しかし人によってはこの週2から3回のトレーニングすら高いハードルで筋トレのやる気を損なわせてしまいます。でも安心してください。2019年の最近の研究によると、週のトレーニングボリュームが同じであれば、週1回のトレーニングでも週3回でもほぼ同等のトレーニング効果を得ることが可能であると分かっています。つまり週3回も筋トレができないという方は、3回分のトレーニングを1回のトレーニングにまとめれば、週3回のトレーニングとほぼ同等の効果が得られる可能性があるということです。これはあまりトレーニング頻度を高められない人にとっては朗報なのではないでしょうか。ただ週3回分のトレーニングを1回にまとめるのは体力的にもきつそうだし、トレーニング時間が長くなって集中力が後半落ちてしまうのではないかと考える人も中にはいるでしょう。そんな方には最近有名になりつつあるマイクロドージングがおすすめです。マイクロドージングとは、1回15分程度の短時間トレーニングを頻繁に行うことです。通常筋トレは1回あたり1時間から 1.5 時間程度かける人が大半だと思いますが、1回15分のトレーニングなら隙間時間を見つけて頻繁に実施することも可能でしょう。まとまったトレーニング時間を確保できない人は、1回15分のトレーニングを週に4から6回行うことでも十分筋肥大は可能です。したがってアメリカのスポーツ医学会が提唱している週2から3回のトレーニング頻度を確保できない場合は、週1回のトレーニングでも大丈夫ですし、マイクロドージングで短時間頻繁にトレーニングすることも有効だと科学的に明らかになっています。それでは次に、時短で最大限の筋肥大効果を得るためのポイント2つ目として、忙しい人向けの週あたりのセット数について解説していきます。1週間あたりのセット数は現在のガイドラインでは、各筋群ごとに週10から20セットを行うことが推奨されていますが、このように推奨されるセット数には大きな開きがあり、筋力や筋肉量の増加には週あたりのセット数が多い方が有利な場合があります。しかし複数の研究にもある通り、低いトレーニングボリュームでも十分な筋トレの効果を得られる可能性もあります。実際研究にもある通り、筋トレ初心者が最低限行うべき筋肥大が起こる週あたりのセット数は、各筋群をたった週2から3セット刺激することだと言われています。トレーニング時間を確保できる初心者は、各筋群を週10セット刺激することを目標にすることが有効です。しかし忙しい人は、各筋群をたった週2から3セット刺激するだけでも筋肥大は起こるので安心してください。週10セットには効果がさすがに劣りますが、時間を確保できない方には有効です。トレーニング歴1年を超えるトレーニング中級者以上の人が最低限行うべきトレーニングボリュームは、最新のメタアナリシスにもある通り、各筋群を週4セット刺激することです。このような超低ボリュームでも筋肥大することが分かっているので、どうしても筋トレする時間がない場合は、各筋群を最低でも4セット行うことを推奨します。もちろん時間があるときは週4セット以上、目標は各筋群を週15セット前後行うことで、さらに筋肥大、筋力向上速度がアップします。最低限度が週4セットだということです。これは部位に関係なく同様の反応を示します。それでは次に、時短で最大限の筋肥大効果を得るためのポイント3つ目として、忙しい人向けのトレーニングのレップ数について解説していきます。ちなみにレップ数とは回数のことです。忙しい人に最適なレップ数は、レップ数が少ないほどトレーニング時間が短くなるため、高重量低回数トレーニングの実施が望ましいと言えます。さらに高重量を使用した場合、完全に追い込まなくても筋力と筋肥大が起こると言われているので、低重量で筋肥大を狙うよりも技術を必要としません。そのためトレーニング時間が限られている場合には、より重い重量が望ましいと考えられます。もしくは高重量だと必要なインターバル時間が延長してしまうので、中重量でトレーニングすることも有効な場合があります。アメリカスポーツ医学会が推奨しているレップ数は、1セットあたり6から15レップ数だと言われています。若干幅はありますが、この範囲を重視してトレーニングすることは、筋力向上と筋肥大効果を高めるために非常に有効であることを示す膨大な研究があるため、有効であると考えられます。
では次に時短で最大限の筋肥大効果を得るためのポイントを4つ目として忙しい人向けの種目の選び方について解説していきます。筋トレのメニューを決める際には膨大な種目のトレーニングの中から最適な種目を選ぶことができます。そしてその膨大な種目のトレーニングは基本的に単関節トレーニングと多関節トレーニングに分けられます。念のため知らない人のためにも解説すると、単関節トレーニングはダンベルカール、サイドレイズ、レッグカールなど基本一つの筋肉を重点的に鍛えられるトレーニングです。一方多関節トレーニングは複数の筋肉群を同時に動かし、より重い重量を持ち上げることができます。この多関節トレーニングには例えばスクワット、ベンチプレス、デッドリフトなどが該当します。いくつかの研究では単関節トレーニングの方が多関節トレーニングよりも簡単に習得できるため、初心者は単関節トレーニングを中心に行った方がより早期に筋肥大が起こることが示唆されています。とは言ってもそれは多関節トレーニングのフォームが定まっていない初心者の頃だけで、いずれ初心者の域を脱し多関節トレーニングのフォームを身につける時が来るでしょう。そうなると多関節トレーニングにおける筋肥大、筋力向上は単関節トレーニングよりも高く急速にアップすることが分かっています。そのため長期的なメリットを考えると、トレーニングの熟練度に限らず多関節トレーニングを中心に組み立て、補助的に単関節トレーニングを組み込むことが有効でしょう。また筋トレは様々な器具を使って行うことができますが、中でもバーベルやダンベルを使ったフリーウェイトトレーニングとマシンを使ったトレーニングが最も人気があります。どちらの方法も筋力と筋量を高めるために効果的に使用することができ、どちらかの方法がより優れているかどうかを示す科学的根拠はありません。しかしフリーウェイトは非常に汎用性が高く、軌道が決まっていないので動作を安定化させるためにマシンよりも多くの筋肉が一度に動員されます。そのため一度に多くの筋肉が活動するフリーウェイトの方が時間効率のいいトレーニングを行うことができます。それに対してマシンは軌道が決まっているので、基本1つから多くて2つの筋肉を集中的に鍛えるのに適しています。どちらも優れたトレーニング方法ですが、一度に動員される筋肉の種類が多いフリーウェイトの方が多少時間効率のいいトレーニングだと言われています。ちなみにフリーウェイトを行う上で人気の器具にはバーベルとダンベルがありますが、それぞれどちらも筋力向上効果と筋肥大効果はあります。しかし研究にもある通り、動作の安定感に差があるため、ダンベルよりもバーベルの方がより重い重量を持ち上げることができます。実際研究ではダンベルベンチプレスと比較して、バーベルベンチプレスでは約 20% 重い重量でトレーニングすることができました。先ほども解説した通り、重い重量を扱えることは時間がない人にとっては時短につながります。とは言ってももちろんダンベルトレーニングは特定の筋肉を重点的に鍛えるのに適しており、バーベルよりも自由な可動域、軌道でトレーニングが行えるため、左右差改善など場合によってはダンベルの方が優れている時もあります。トレーニング時間を確保できる方は通常バーベル種目とダンベル種目をバランスよく実施するので、圧倒的にバーベル種目優位かと言われるとそうではありません。目的に応じて好みのフリーウェイト種目を選択し、高重量の多関節種目で筋肉を追い込むことが忙しい人向けの時間効率のいいトレーニングです。では次に時短で最大限の筋肥大効果を得るためのポイント5つ目として、忙しい人向けの休憩時間、つまりセット間インターバルについて解説していきます。セット間の十分な休息は筋力と筋肥大の向上効果を最適化するために非常に大切です。なぜならセット間の休息によって体はアンモニアなどの疲労物質を除去し、 ATP とホスホクレアチンを補充することができます。そして休息が不十分だと研究にもある通り、複数のセットを通して高い筋力を維持することができなくなってしまいます。なので科学的に最適なセット間の休憩時間としては、2016年アメリカのリーマンカレッジの研究にもある通り、通常休息時間を2分より短くすることは適切ではないようです。2分以上の休息時間を確保することで筋肥大に必要なトレーニングボリュームを確保できると言われています。それに対して単関節種目ではもう少し余裕があり、休憩時間を最大1分まで短縮しても筋肥大に悪影響は少ないと言われています。つまりセット間の休息時間を短くするのは時間効率だけを考えると有効ですが、短すぎは禁物だということです。多関節種目は最短2分の休憩時間、単関節種目は最短1分に設定して最大限の筋肥大効果を得ましょう。ということでここまでの解説で、忙しい人のための時短で最大限の筋肥大効果を得るためのポイント5つを解説してきました。今回の時短トレーニングの応用編としてスーパーセットやドロップセットの方法について解説した動画も過去に公開しています。合わせてみるとさらに時間効率をアップすることができるので、後で参考にしてみてください。動画の概要欄に貼っておきます。そしてここまで解説してきた動画の内容を復習実践できるように、忙しい人でも筋肥大効果を得る方法についてまとめた PDF を作成しました。無料で配布しているので公式 LINE に登録していただいて時短トレッドだけ打ってください。 PDF を受け取ることができます。この PDF の配布は期間限定なので消えてしまう前に今のうち登録しておいてください。ちなみに公式 LINE は動画の概要欄から登録できます。
ということで、今回の動画で解説してきたような科学的根拠をもとにしたトレーニング方法のより詳しい情報を知って、効率的に筋肉をつけたいという方がいれば、科学的根拠に基づく増量プログラム、もしくは減量プログラムがノートで出ているのでおすすめです。多くの方に購入していただき、参考になったという声をたくさんいただいています。もし気になる方がいれば、動画の概要欄から確認してみてください。そして他にも、私の公式 LINE では無料で効率的に全身をバランスよく鍛える最強7種目の完全ガイド、ボディメイクに役立つサプリメントの完全ガイドなどの PDF を配布しています。もしあなたが理想の体を手に入れて、本気でなりたい自分を実現したい、今から3ヶ月後もしくは半年以内には理想の体や健康を手に入れて充実したプライベートを過ごしていきたい、そう考えているのであれば、無料特典が消えてしまう前に今のうち登録しておいてください。またもし今回の動画の中で質問や感想を動画のコメント欄で受け付けているので、メッセージいただけたら嬉しいです。ということで、この動画がいいなと思ったら人に紹介してもらったり、高評価やチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ということで、ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。